ワンピースが大好きな神木です。今回もですね、ワンピースのめちゃくちゃ細かい発見、しかも面白いものというものをいくつか持ってきましたので紹介していきたいと思います。麦わらの一味とかルフィの成長が見える部分があったりですね、そんな描写の配慮あるっていうのもありますし、ギアフィフスの予兆じゃないかというものだったり、サンジのまあ性格的なものがよくわかるものっていうのがですねあったりしますので、ぜひ最後までご覧ください。またですね、ワンピースというのはこういった面白い発見というのがいっぱいありますので、私もいくつか動画に出してますし、皆さんからの面白い発見というのも募集しております。ぜひですね、あったら私のツイッターの DM に送っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、まずはですね、細かすぎる発見ということで、幸せの黒いハンカチさん、まあ、視聴者さんからいただいたものをですね、2つ紹介していきたいと思います。まずはですね、冬島編と和の国編でつながるルフィの学びですね。はい、どういうことかというと、和の国の最初、まあ、ゾロと共にですね、ホーキンスたちと、まあ、戦ったじゃないですか。あそこでお玉の熱が上がってしまい、小町用に乗って逃げるシーンがあるんですけども、あそこでホーキンスに追撃されている時にお玉を腕に抱えるルフィっていうのは一切反撃せずにゾロに任せてるんですね。はい、見てみてください。ここルフィもですね、戦おうと思えば戦える場面なんですね。その直前まではもうガンガンに戦ってるわけなんですよ。だけどホーキンスが釘を吐いた時ぐらいからですね、ルフィっていうのは戦わずにゾロに任せてるんですね。で、なんで手を出さなかったかというと、ルフィというのはその時お玉を抱えてるんですね。はい、これ皆さんもピンときたと思うんですけども、冬島編、まあチョッパー編ですよね、あそこでラパンと対峙しましたけども、あそこの場面の学びがそれに繋がってるんじゃないかということなんですね。手を出すな、お前が攻撃を受けたとしてもその衝撃は全てナミさんにまで響いちまうと制止された、あの時の学びがこの和の国編でも生かされてるんじゃないかということですね。まあ、こういう成長みたいなもの、まあ、いわゆるルフィの成長ですよね。そういうところは見れるんですけども、こういう場面っていっぱいあるんですね。例えばこれはまあ心の成長ではないんですけども、単純に歯の成長というか顎の力の成長が見れるっていうところがあって、それがまずバギーのところですね。一番最初にバギーに会った時に檻に入れられたじゃないですか。でその後ゾロがこうね、腹綿が出たらしまえばいいっていうことでこう持っていったんですけど、ルフィというのはその前にですね、あの檻を噛み砕こうとしてるんですね。でも噛み砕けないというシーンがあったんですよ。しかしですね、時を経てスリラーバークに行ってですね、月光守屋に影を取られそうになった時っていうのは、ルフィっていうのは同じく鉄の檻に入れられるんですけども、あっという間にその鉄を噛みちぎってるというシーンがあるんですね。はい、こちらですね。まあルフィっていうのもいろんな冒険をしてね、ギアセカンドとかギアサードとかね、強化されていったんですけども、こういったところを見ると、まあ、そういった歯の力とかね、そういう細かい部分も成長してるんだよといったところですね。またこちらもいただきました。これめちゃくちゃ細かいんですよね。時間を気にするナミとサンジということで、空島編の255話で、まあ、ガンフォールが一回やられてしまって看病をしてるシーンというのがありましたよね。あの時に薬の時間をですね、ナミが気づいて、サンジもこう場所をですね把握していたシーンというのがあるんですね。はい、見てみましょうか。最初はですね、この時ウソップとナミっていうのが喋ってるんです。でもその後ガンフォールの薬の時間になったということの時にはウソップは会話に参加せずにナミとサンジだけで喋ってるシーンというのがあるんですね。で、この場面の何が面白いかというと、 SBS でこういうものがあったんです。もしも麦わらの一味がカレンダーに1ヶ月分のスケジュールを書き込むとしたら、それぞれ何の予定が一番多く書き込まれますかという質問に対して、小田先生はそもそも日にち時間を気にしてるのは航海士のナミくらいじゃないかと思います。時間を気にするのはサンジ、日にちはロビンも分かっています。誕生パーティーみたいなものもめったにやらないです。何かにかっこつけて好きな時に宴してますから。見張り当番、ソーダ当番等を除くと答えは全員自由時間かな。で、そう答えられてるんですね。はい、ここで日にち時間を気にしてるのはナミ、そして時間を気にしてるのはサンジということで、麦わらの一味の中でもその2人しか気にしてないということが明かされてるんですね。なので先ほどのシーン、ウソップはそれまで喋ってたのに会話に参加してないというのはそういうことなんですね。ナミとサンジが時間とかを気にするタイプなので、ガンフォールのお薬の時間に気づいて話をしてるというシーンだったというところなんですね。まあこれはね、小田先生の中でもこういう設定があるからこういう風に書こうとしっかりですね決めながら書かれてるわけではないと思うんですけども、まあ、本当にキャラクターが動いてるという感じですよね。意図せずともその2人が喋ることになってるという感じじゃないでしょうか。続いて、細かすぎる応急処置です。はい、これですね、私ちょっと見た時にそれ書く必要あると思ったぐらい細かいんですけども、ちょっと紹介したいと思います。まずですね、96話、東一番の悪の回で、まあ、アーロンを倒したルフィっていうのが初めて懸賞金がつけられて、海軍本部の会議してる部屋っていうのが映されるんですね。で、バーッと中将みたいな人が並んでるシーンがあるんですけども、まあ海軍本部にはああいう部屋があるということが分かってたんですね。で、時を経て頂上戦争ですね、594話メッセージの回を見てみると、頂上戦争
争でですね、海軍本部が壊されて、まあ、いろんなところがですね、反対してるけれども、海軍の人たちは、まあ、ルフィのことで会議をしてるという場面があったんですよ。まだ完全には治ってない状態の時に、同じですね、あの、疑似の間というらしいんですけども、疑似の間で同じように会議をしてるというところがあって、よく見てみると、反対してるので、そこがですね、崩れ落ちないように、柱を一本ですね、応急処置で挟めてるっていうのがわかるんですよね。これめちゃくちゃ細かくないです。なんか、それ書かなくても成立するんじゃないかとは思うんですけども、一応あそこが壊れないように、支えの柱をですね、しっかり書いてるんですね。めちゃくちゃ細かいですよね。これはアシスタントさんとかがですね、配慮してやられてたと思うんですけども、こういうところまで行き届いてるからこそ、まあ、いろんな発見とか、いろんな面白さにつながってくるのかなというところがありますね。はい、続きまして、これはですね、ジャンプの話になるので、まだ単行本にはですね、収録されてない話なので、単行本派の方は気をつけてください。それがですね、クローバー博士の気概が見える部分ですね。はい、どういうことかと言いますと、ロビンの過去編が描かれて、まあ、オハラですよね。それが書かれた時に、クローバー博士がですね、まあ、当然出てくるんですけども、クローバー博士の洋服を見てみると、まあ、前にはですね、ちょっと変わったような模様が書いてあるんですけど、おそらくあれはですね、CLV と書いてあるんですね。あれはクローバー博士から来てると思うんですけども、実はですね、その後ろにも、あるものが描かれてるんです。それがですね、こちらなんです。虎なんですね。可愛い虎が描かれてるんですよ。で、なんで虎がね描かれてるんだろうってすごく僕疑問だったんですけども、最近のジャンプの話を見てちょっと腑に落ちたところがあるんですね。それがですね、クローバー博士というのは実は考古学者であると同時に、オハラにいる前はいろんな島を冒険していた結構活発な冒険家というところが分かったじゃないですか。41巻のあの過去編だけではそういう虎の部分というか、まあ、野生味あふれる部分というのは見て取れなかったんですけども、今ジャンプを読んでクローバー博士にはもっとね背景があった、もっと冒険家だったよみたいなところが明かされると、なんで虎だろうというよりも、ああ虎かと思いますよね。なんか虎気質が確かにあるわというか、まあ、野生味が溢れてたんだなというところで、あの時はあんまり似合ってなかったと思うんですけど、今見返すと似合うジャケットになってるという感じじゃないでしょうか。はい、まあこれはどうかわかんないですけどね。まあこっちが勝手に受け取って勝手に面白いなと思ってる部分じゃないかなと思っております。続いてギアフィフスの予兆ですね。まあこれはですね、最近スラムダンクの映画が合ってるので、改めて井上雄彦さんとの対談を読んだ時に気づいた部分なんですけども、それがこちらですね、井上雄彦ピアというので、小田先生と井上先生というのが対談されてるんですね。でそこでいろんなことを言われてて、まあ、僕のチャンネルでよく言ってるのはですね、タイトルロゴの変更点で面白いのがあってですね、それがですね、バガボンドっていうのはタイトルロゴをですね、一回変えてるんですね。で、それっていうのは作品に変化が欲しいということで、井上先生がそうされたんですけども、小田先生もですね、その話に続いて、こういう話をされてるんですね。僕の場合、ワンピースのコミックス50巻で一区切りついたと思ってタイトルロゴの入れ方を変えましたと。はい、そうなんですよね。ワンピースっていうのは1巻から104巻まで全部の表紙を並べても、この50巻だけがワンピースというロゴがですね、いつもよりもちょっと下に来てるんですよね。小田先生は、だけどびっくりするほど反応が薄くて読者はいい意味で変化を気にしないんですよねとおっしゃってるんですね。で、これですね、何回も私喋ってるんですけど、次ですね、小田先生こういうことを言ってるんです。だから作家はもっと自由にやりたいようにやっていいのかもしれないと、そういうことをおっしゃってるんですね。まさにこれってギアフィフスの今の話に繋がってきますよね。小田先生っていうのはギアフィフスのあのバトルの形態っていうのを、まあ、ずっと書きたかったとおっしゃってたんですけども、まあ、このタイトルロゴの変更にしかり、連載中にいろんな変化を書いていって、おそらくご自身ももっと自由に書きたいなとか、書いても読者はついてきてくれるだろうというですね、どこか気持ちがあってギアフィフスのあのバトルっていうのを書かれたんじゃないかなと察することができるインタビューだなと思いました。はい、もうこれからもですね、まあ、読者としてはもう小田先生の書きたいように書いて転がされたいなというところでしょうね。楽しみだな。はい、最後はですね、こちら動画で紹介したことあるかな、サンジは浮気をするのかどうか問題ですね。はい、皆さんサンジもお好きだと思うんですけども、皆さんサンジは浮気すると思いますか、しないと思いますか。まあ大方の方はですね、まあなんとなくするんじゃないかと思ってると思いますし、中にはですね、一部の方はいや、サンジは意外と女好きだけど付き合ったら浮気はしないんじゃないかと思ってる方も多いと思います。で、その答えがですね、実はこのノンノという雑誌の中で小田先生自身が言われてるんですね。この中で、ノンノ読者に彼氏としておすすめする男のキャラは誰ですかという質問があって、小田先生はこういうことを言ってます。それはやっぱりウソップでしょう。周りに気を使えるし誰よりも優しいですしね。女性ファンが多いのはサンジなんですけど、やつは絶対に浮気します。作者の僕が言うんだから間違いありません。ルフィはどうでしょうね。相当我慢強くないと付き合えないんじゃないかな。落ち着きがなくて一箇所に留まっていられないから、女の子が会いたいと言ってもその気持ちを分かってあげられなさそうと。まあそんな自由気ままな少年っぽさがルフィの一番いいところではあるんですけどね、ということは言われてるんですね。はい、もうサン
女はですね、浮気するそうです。小田先生が言ってるので、もう揺るがない事実といったところじゃないでしょうか。これですね、私、ツイッターで2回ぐらい、つぶやいたことがあるんですよね。そしたらですね、サンジのファンの方っていうのは、どうも変態な方が多くてですね、むしろそれがいいって大体の人が言ってました。おかしいですよね。怖いです。はい、というところでワンピースの細かすぎる発見会でした。これからもたくさんですね、こういう細かい発見上げていきますし、今までもいっぱいですね発見上げておりますので、ぜひですね見てみてください。そして皆さんが思う細かい発見がありましたら、コメント欄とかですね、私の DM によろしくお願いします。また一つでも知らないよとかですね、面白かったなっていうのがありましたら、高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは最後までありがとうございました。じゃあね。